本家の姉さん、いつ見てもお若くてお綺麗ですね。如月の姉さん、あの人は別格や。元は新地で一番の売れっ子やったそうや。へえ、そうなんですね。すごい。桐子さん、三枝さんは元気か？はい、この間面会に行ってまいりまして、あの人国のご飯が大層体に合ったようで大層元気にしてましたわ。国のために体張ってくれた三枝さんにはほんまに感謝してる。桐子さんも大変やろうけど、何かあったらいつでも遠慮なく言ってちょうだいね。はい、ありがとうございます。そんなに美味しいんやみたいです。もう大元気で、うん、もう出てきた時のね、ことにいろいろ話すんですよ。はい、楽しみでね元気そうで、はい、よかったね。ありがとうございます。何でも言ってきてね。はい、はい、おお、キリコはん、相変わらず綺麗やな。ありがとうございます。兄弟は元気にしとったか？はい、ゆうこさんにも先ほどお話しさせていただいてたんですけど、大層元気でありがとうございます。そうかそうか、はい、よかったよかった。また今度言ったらよろしく伝えてや。はい、ありがとうございます。ほんまに四代目は誰が継ぐんか、はっきりしてもらいたいわ。ほんまにそうですわ。順序から言うたら頭の如月の組長でしょうけど、赤井の組長も郷原組では一番の稼ぎ頭ですもんね、姉さん。うちはうちの人、何が何でも四代目にしたる。頼むで、みゆき。任しといてください。おお、また赤井の姉さんのケツかきしてるんか、みゆき。はあ、お前誰にまで言うてんねん、このクソ女が。はあ、誰がクソ女や。喧嘩売ってるのか、ボケ。やめとき、あ、もう、やめとき、やめとき。本家の姉さんの前やで。おはよう。おはようございま す。姉さん、今日も素敵なお召し物ですね。ありがとう、美沙ちゃん。素敵、そのネックレスも素敵。そうでしょ、ダーリンに買ってもらったの。親分ですか。いやー、羨ましい。ラブラブですやん。うん。Thank you.
失礼します。失礼します。熱っ。おい、シャワーぐらいちゃんと取りに行け。おい、本家の姉さん、やけどしたどうすんのじゃ。やめとき。こいつに言わなわからんのじゃ。あんた落ち着き。はい、おはようございます。おはよう。おはようございます。お前ら同じ組の姉同士がつまらんことで揉めとったら自分らの旦那が恥かくんやぞ。ええな。はい、はい、やっぱりそれ勝って正解やったな。ありがとう。喉乾いた。おい、親分に飲み物や。はい、いつもの飲み物です。うわ、ありがとう。ほら見てみよ、お前がこんなのつけ言うからや。かわいいやん。かわいいけどね。親分、ご無沙汰しております。おお、赤いのでえか。相変わらずぶっさりだよ。親分、ご冗談ばっかり。いや、俺はいつも冗談嫌いやから本場のことしか言えへんね。赤井の姉さん、なんかご機嫌斜めですな。は？姉さん、気にしてあげません。親分の冗談です。わかっとるわ、ボケ。指詰め。わかりました。こんなとこでやりなよ。やめとき。やこ、みゆきもやめるんや。さらぎの姉さん、止めんといてください。こいつ一回しばかんとわからんのです。お前の方こそ一回しばかんとわからん。やめとけ。場所で何喧嘩してるんや。すいません姉さん、つまらん内輪もめです。内輪もめはええけど、片木さんに迷惑かけたらあかんで。はい、すいません。ええな。龍子、喧嘩は途中で止めたらあかん。離婚が残る。お前らとことんやってみ。ただし、ここではあかん。親分、どこやったらいいんですか？どこですか、親分。こいつ徹底的に言わしたります。マジな喧嘩は亭主に任しとったらええんや。お前らにはお前らなりの決着のつけ方がある。どんな決着のつけ方ですか？ファッションショーや。ファッションショー？そうや、極妻コレクションを開催する。
そこでお前らはファッションで勝ち負けを決めたらええんや。審査員の点数で価値が決まる。ファッションセンスで決まるんや。いや、なんか面白そうやんか。な、さすが親分、面白そうですね。ほんま、ええな、うちも出ようかな。お前はわしと審査員や。見てるだけは嫌や。出たいわ、うちも。ほんならお前は特別ゲストや。ありがとう、嬉しいわ、ダーリン。ダーリンやって、羨ましいわ。親分、ラブラブですやん。親分、ありがとうございます。面白そうですね。おう、こうでもせんと収まりを使うさかいな。いつもご苦労やな、ゆうこは。いえ、とんでもありません。いつもありがとうございます。ええな、みんな詳細はまだ各組事務所に送る。せやからそれまでは絶対につまらん喧嘩はするな。ええな、したらお前らの旦那も含めて破門や。ええな。はい。おい龍子、みんなの前でダーリンはやめとけよ。なんで？ダーリンはダーリンやろ。それはそうやけど。じゃあハニーって呼んで。え、ここでか。そうや、ここでやん。ハニー愛してるって言って。ハニー、愛してるよ。ミセス極妻コンテスト。でもなんかちょっと面白そう。姉さん、本家の親分が本当に考えあったんですか。びっくりですわ。なんでや、ええことやんか。姉たちが平和に揉め事を起こさんで済むんやさかい。そりゃそうですけど。ほな、あとは頼んだで。うちは衣装を探しに行ってくるから。姉さん、気をつけてくださいよ。赤井のお姉さん、また何企んでるか分かりませんから。分かってる、大丈夫よ。ジロー、お前何回言うたら分かんねん。ドレスや、ドレス。はい、それは分かってますけど、姉さんに合うドレス言われても難しいんですわ。もっと具体的に言うてもらわんと。具体的にとは、まあ、分からんか。うちに似合う色とかやな。姉さんに合う色ですか。例えばネズミ色とか。なんでうちに似合う色がネズミ色やねん。それは姉さんいつもちょろちょろとネズミみたいに陰でこそこそ動き回ってありますから。お前指爪ボケ。三枝さん、姉さん、どうか力を貸してください。まあ座りや。はい、失礼します。どうした。赤井の組長に四代目を取ってもらいたいんです。そやから赤井の姉さんに。うちはどっちの味方もせえへん。まあうちの人もまだ服役中やしな、近定人とな。とにかく今回の極妻コレクションで草薙の姉さんに負けるわけにはいかないんです。よろしくお願いします。まあ考えとくわ。はい、ほな失礼します。
赤井の姉に四代目が務まるかいな、アホ。うちは如月の頭に四代目取らしとる。あんた、なんでいつも美沙ちゃんにきついこと言うの？なんでって、嫌いやからや。そんなん言うて、ほんまは好きなんちゃうやろうな。お前な、大っ嫌いや。アホなこと言うな、お前。殺すぞ。冗談やん、冗談。ごめん、ごめん。ダーリンたら、ムキになって。冗談でもな、言うてえことどういうことあるや、お前。自慢しんでるやんけ。ごめん、ごめん。注意したろか。お前な、こんなとこでできるわけないやろ。それとな、お前、人前で、ダーリンはやめとけって。あらあら、ダーリン照れてるの？ゆうこ姉さん、親分顔が真っ赤ですよ。そうか？それぐらいにしといてください。これぐらいにしといたろが。お前なあ。なあ、あんた、どんな衣装がいいと思う？なんでもええやんけ。これで好きなもんかや。お前がグランプリ取るわけないんだけどな。ありがとう。グランプリは如月の姉さんや。でもうちは戦国の姉には負けとうないねん。せやせや、涼子、あんだけつかきには絶対に負けたらあかんで。エリ、大きに。絶対負けてたまるか。お前と戦国の姉さんとはほんまに犬猿の仲やもんな。犬猿？何それ。とにかく負けとうないねん。負けたくないのはええねんけど、ちょっとは勉強せんと赤井の姉さんみたいになってまうぞ。いやいや、あんなんになりとうない。何もなかんでも。うちあんなんになるぐらいやったら舌噛んで死ぬわ。ほんまやわ、うちも死ぬわ。あ、藤谷の組長はやっぱり如月組の頭派ですよね。まあ、如月の兄貴に四代目継いでもろて頭になるんや。次期若頭か。あ、じゃあうちの人は？祐天寺の兄弟は若頭補佐の筆頭や。うちの人もやっと執行部入りやわ。組長、よろしゅうお願いします。任しとき。あの藤谷がおらんかったらうちの人が次期若頭や。みんな頑張ってや。はい。本家の姉さん、おはようございます。相変わらずお綺麗ですね。ありがとう。あんたも。いや、ありがとうございます。そんな綺麗やなんて照れるわ。お前相変わらずやの。薬でも打っとるんか？病気か？親分、冗談きついわ。きついのはお前の顔じゃ。親分、親分、あっちらに温かいお茶用意してますんで。よいしょ。エリちゃん、大きに気が利くな。竜子姉さん何おっしゃいますやら。当たり前のことですわ。さあさあ、まだまだ準備せんと。やるで、みんな。
はい。姉さん、遅れてすいません。りょうこ、おはよう。おはようございます。赤い姉さん、お客さんって今日まだ誰も来てはりませんね。客？そんなん来るかいな。メイクもけえへんやろ。え、なんでですの？メイクも？うちが手回しして止めといたんや。段取り悪かったらみんな如月の姉の責任やからな。なるほど、さすが姉さんや。まあ楽しみにしとり。如月の姉さん、メイクがまだ来ませんね。何やって、間に合わへんかな。電話したんか。はい、何回も電話したんですけど出ませんね。仕方ない、みんなメイクは自分でさせよ。みんなにそう言っておいで。はい、失礼します。翔子、翔子。はい、姉さん。赤井の姉がまた何か企んどるみたいや。気ぃつけなあかんで。赤井の姉さんが。わかりました。本日はご多忙の中、皆さんご参加ありがとうございます。本日の司会をしろと言われました藤谷組組長の藤谷です。どうかよろしゅうお頼申します。まず最初は中西組姉の塩子さん、どうぞ。
きまして、かつやの如月組合の優子さん、どうぞ。現在組元で服役中の三枝組組長のお姉さん、キリコさんです。どうぞ。特技は拳銃の早撃ちです。うちの人はうちが守る。藤谷涼子、うちの人が一番や。戦国のみゆきには負けへんで。以上。如月優子です。好きなことは毎晩日本酒を飲むことです。今日は皆さん楽しんでいってください。赤いミサヤ、特技は拳銃の弾込めと老婆ミニのメンテナンス。姓は三枝、名はキリコ。自称千人斬りのキリコと申します。以後よろしいお頼み申します。うちの人のためやったら命も惜しゅうない。祐天寺エリと申します。よろしゅう頼みます。おきに。どうも、千石みゆきです。趣味はドス磨きです。どうぞよろしくお願いします。では
本家の姉さんの昔からのご友人で、今回は特別ゲストとして3名様お越しいただいております。本日は皆様に特別にボディジュエリーを施していただいてます。ボディジュエリーにもご注目ください。では盛大な拍手でお迎えください。まず最初は遠藤道夫さん、どうぞ。今日はお疲れさ。絵も見せてもらう。亭主の極道人生を支えるのが姉としてのみんなの務めや。これからも頑張ってくれ。ええな。はい。じゃあ今日の順位を発表する前にみんなに言うておきたいことがある。四代目のことやが、わしも最近龍子のおかげでなんか若返ってな。まだまだ後目を譲る気はないから、みんな安心しとってくれ。ええな。今日のグランプリは如月の優子はんと赤井の美沙はんの二人にする。2位は藤谷の涼子はんや。特別賞は戦国のみゆきにする。なんでうちが如月と一緒にグランプリをな。赤井、なんか文句でもあるんか。いいえ、別に。うちなんかが如月の姉さんと一緒にグランプリで
ええんかなと思いまして。そうか、さすがに赤いのお姉さんや。よっしゃ、みんな、ミサハンが順位の辞退を申し出た。よってグランプリは如月の優子班に決定する。やったー、親分、別に辞退は。さすがミサちゃんね。さすがだわ、次期4代目の如月の優子ちゃんにこの場を譲るとは行き届いた配慮だわ、さすがよ。うん、ほんまにミサ大したもんや。赤井の姉さんはもう終わりや。うちの選択はミスやった。今終わったわ。これから嫁さんと飯食いながら帰るから掃除しとけ。あ、やった、戦国のみゆきに勝ててうちは満足や。お、よかったの涼子。うん、でもこれから気をつけろよ。赤井の姉が何か企んでるらしいね。赤井の姉が？ああ、そんなんうちに任しとき。頼むわ。うん、これからレストラン行くしな。行こう。楽しみ。ああ、姉さん残念でしたな。姉さんはいつも余計な一言で墓穴を掘らはりますからな。お前指爪ボケ。姉さんが失敗するたびに指詰めてたらわし、しまいドラえもんの手になりますわ。お前は指詰めボケ。如月の四代目での若頭の座は血が何としてでも取ったるわ。姉さん、おめでとうございます。これでうちの親分が四代目でんな。安心するんはまだ早い。翔子にも言うたんやけどな、赤井の姉がまた何か企んどるらしいわ。これからが大変なんや。よろしゅう頼むで。はい。さあ、これからが勝負や。うちの人、何が何でも上にあげたる。あんなファッションショーなんかでうちの企みを潰されてたまるかいな。もしもし、勝岡。はい。例の件実行や。わかりました、姉さん。頼むで。はい。よし。
にして。あんた、しっかりして。あんた、死んじゃう、あんた、あんた。みゆき、藤谷が死んで、これで如月は味方が一人減ったで、今からが巻き返しのチャンスよ。頼むで。姉さん、もしかして藤谷の組長って姉さんが？さあなあ、誰がやったんやろうな。まあ感謝せんとな。姉さん、うちは姉さんの味方ですよ、これからも。うちの人が四代目を継いだら、あんたの旦那が頭や。頼むね、みゆき。わかってます。おう、おう、何、軍事？おう、そうか、よかった、そいつを絶対探し出せ。ああ、何、もっと赤い組か。ああ、ようやった。ああ、引き続き頼む。ああ、姉さん、俺の知り合いからの情報では、藤谷組の組長をやったのは軍事というやつです。それは確かな情報か？はい、間違いありません。で、その軍事ってやつは誰の若い衆なんや？なんでも昔赤い組にいたやつらしいんですが、波紋になったみたいです。姉さん、やっぱりうちの人をやったんは赤いや。赤いの姉がやらかしたんです、きっと。涼子、まだ確かな証拠があるわけやない。落ち着くんや。焦ったら失敗する。はい、桂木、その軍事というやつの居場所を探すんや。捕まえて歌わせるんや。はい、姉さん。ええー、な、逃がすんやないで。はい。涼子、今は我慢の時や。誰がやったんかはっきりしたら、うちがきっちりけじめつけたる。お願いします、姉さん。姉さん、次の的は誰なんですか？次は三枝の姉や。あいつがおれへんかったら、もう勝ったようなもんや。ええか、カツオ。三枝の姉をやるんや。わかりました。三枝の姉さんをやったら、俺の復縁お願いします。分かっとる。
お前もうちの立派な幹部や。ありがとうございます、姉さん。あんた、どこの身内？三枝の姉さん、死んでもらいますよ。もしもし。あ、翔子か。なんやて？三枝の姉さんが。わかった。すぐに行く。葛城。葛城。はい、姉さん。すぐに車の用意や。三枝の姉さんが殺された。三枝の A さんか。わかりました。涼子か、三枝の姉さんもやられた。うん、うちは今から行ってくる。後で例の場所で待ち合わせや。ようやった。これでお前も幹部やな。しばらくは柄交わしとくんや。ええな。わかりました、姉さん。必要なもんはみゆきに届けさせるよって。ほなな。姉さん、俺ほんまに幹部に。大丈夫や。みゆき、カツオに届けもんや。頼むで。はい。で、何を届けたらええんですか？鉛の玉や。あいつを生かしといたら、あとあと面倒や。きっちり始末するんやで。え、うちがやるんですか？そうや。うちにはあんたしか信用できる人間がおれへん。頼むで、みゆき。わかりました。久しぶりやな、カツオ。赤井の姉さんから伝言や。向こうに止めてある車に金と被害が置いてある。しばらくわらか明かしとくよ。わかりました、姉さんによろしくお伝えください。悪いな、カツオ。これもうちの人を出世させるためやね。あんたに恨みはないけど、悪いな。おい、誰やねん。
赤井に戦国騙されたい。おいおい、もしもし、姉さん。それで軍事は。そうか、死んだんか。わかった、こっちに戻ってくるんや。姉さん、軍事を見つけたけど遅かった。で、誰が軍事を？死ぬ間際に赤井と戦国の名前を吐いたそうや。やっぱり赤井とみゆきのボケか。姉さん、うちはもう我慢できません。行かしてください。うちも行きます。これは郷原組若頭の妻として、うちがきっちりけじめつけたる。もしもし、あんた、うちや。うん、また赤井の姉がなんか企んどるそうや。うん、あんたも気をつけなあかんで。いや、あんたは出てこんでええねん。女同士の喧嘩は女だけで片付ける。うんうん、気付けなあかんで。姉さん、勝手に行かんといてくださいよ。俺にも頭としての立場があるんですから。何言うてんねん。あんたはうちの人支えてくれとったらええんや。うちの人に四代目取らせるためにはうちが体張らなあかんねん。今頃あの人らあの世で酒でも飲んでるんかな。せやな。でもうちらが死んだらまた会えるんかな。あんたんとこの旦那は大丈夫やろうけど、うちんとこの旦那は地獄行きやろうからもう会われへんやろな。でもうちの旦那も地獄やと思うけどな。結局会われへんな。いやな。でもなんかちょっとそれも寂しいな。それはそれで寂しいな。大丈夫や。また向こう行ったら絶対一緒になれるから。でも絶対油断したあかんで。死ぬんやないで。はい、はい、行こうか。はい。Thank you.
ようやったな、みゆき。これで、ゴンハラ組はうちらのもんや。姉さん、キサラギの姉さんはほっといたら何するかわかりませんね。あいつに何はできんねん。うちの人に四代目を取らせたら、あいつらはみんな破門絶縁にしたれば。姉さん、その時には分かっとる。お前とこの旦那が頭や。そうはいけへんで。うちの人の敵取らせてもらうで。涼子、翔子。姉さん危ない。しっかりするんや。涼子。おなれみゆき。みゆき。赤い。みゆきが地獄で待っとる。はよ行ったらと寂しがるで。やかましいわ。お前こそ地獄を送ってる。くすったれ。涼子、涼子、しっかりするんや。終わったで。さあ、行こうか。はい、姉さん。さあ、翔子、帰るで。翔子、一緒に帰るで。うん、うん、分かった。で、涼子は無事なんか？そうか、分かった。うちの人には話しておく。優子、ようやったな。あんた、優子たちが。そうか。で、みんなは無事なんか？翔子が死んでもうた。涼子は腹に怪我して、優子は無事なような。そうか。ちゃんと翔子の供養はしてやらんとな。ほんまやな。ちゃんとしてやらんとな。組打ちの揉め事は全部わしの太鼓のいたすところや。ちゃんと優子たちの面会にも行ってやらんとな。